絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲っ…また襲ってくるかもしれ…かかってきやがる。サンジ君、今がチャンスよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮ない。なめんじゃねえ。よく覚えとけ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。ちょっと邪魔よ。よし、かかってこい。この、ナミさん、これが終わったらスイーツを作るから。今行く。おら、レディの前で無様な格好を見せるわけにはいかねえ。この力があれば大事な…ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぞ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。
それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワッフルドを語る伝説の中に、海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることのせい。ジャヤのようにもっと詳しく調べないと、まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょ。待て待て、アディオのやつは相手見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い。ちょっと見て、あれ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、出来すぎた話で怖くねえか？ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これは、あ、ずいぶん古いもののようね。何か光ってる。あれ、この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探…でっけえタヌキだな。タヌキじゃねえだろ。こいつ、俺らを襲う気だった。
道を開けるつもりはねえよ。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど、なんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入ったやつ。何よ。ナミ、私たちは。そんなこと言ってろ。やるぞみんな。こんなやつらに負けてられっか。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつらだぜ。邪魔するなら容赦しないわよ。今行くわ。ゴー。まだよ。みんな、とりあえず。スイーツを作るね。これでどう？まとめて下ろしてやるか。おら！やっべ、情けない姿を見せちまったな。お前たちの相手は俺だ。マナーがなってねえの。存分にやらせてもらうわ。そこまで。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。おら！せらこの野郎！反撃開始。
開始だ。行くぞ。おりゃ面白くなってきた。任せて。ちょっと痛いね。これでおしまいね。さあ、いい調子だ。私の予報は百発百中。決して必要な力なら残らずて、怪物と呼ばれようと俺は強くなる。俺は強くならなくちゃいけん。島に近づく。黙って闘病。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね、能力の使い方も。ちゃんと伸びるな。あら、威勢が良さそうね。
すこと。いさこさ、聞かねえよ。強烈なのをお見舞いしてあげる。存分にやらせてもらうわ。トレインタフルール。当然の結果ね。もっと強くなるぞ。今なら。私の成長は必要な力なら。俺がキャプテンウソップだ。俺の体は。こんなところで満足。レディーには指一本触れさせぬ。ムートンショット。やるぞ。ドン。健康の科学、とくとご覧あれ。いくわよ、サイクロンテンポ。あたしのこと。今なら俺がキャプテン。みんなの いや待て、お前に安心して、あんたが血を吸う。大丈夫なわけあるか。やるぞ。ゴムゴムのバズーカ。天候の変化にご注意ください。ミラージュ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつ。休ませてくれても。聞かねえな。
ミラーユ。間違ってもレディに手出すんじゃねえぞ。バースコート。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのバズーカ。さてどうしましょうか。トレインタフルール。覚悟しなさい。いくわよ、サイクロンテンポ。勝負だ。ゴムゴムのバズーカ。うおー、やったー。力が戻ってくる。なんだ、ナミさんを助けに。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖く隠れてた。やっぱり消え、あいつ。切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってやがる。よし、かかってこい。さて、あなた、ま、俺の仲間に手出すな。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート。さ、ディナーのじゅ、うおー、サンジ、め、俺はまだ海の一、私の予報悪くない。少し、you
お、よし、何かいるのか、こんなところに。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。まずいな。やるか。私たちは進まなくちゃいけないの。トレインタフルール、フリップ。そこでおとなしくね。
あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。てめえらか。そうだ、獣には。やってみる価値はありそうだな。まずいわね、こいつ強いわ。行くわよ、サイクロンクリップ。トレインタフルール。私の仲間があなたに負け。この力、今ならここ俺。こいつ洞窟にいたやつだ。何か言ってるな。俺サーベイ、俺海賊。律儀なやつじゃ。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかった。あいつどこ行ったん。話だけ話したらど。でもなかなか。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。え、ああの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったよな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。
しかしこの島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見…ああ、どんどん見つけ…ははは、前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわ。お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は…そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の行動できる範囲は…ま、その目で見れ…準備ができた。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整え…そうね、一度上…そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに…この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だが、たっ…オウムがいた…そのオウム、今はどうしてるの？流れ着いた海賊に俺が。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例の…そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがその恩…そりゃ海賊嫌いにな。俺も許せないぞ。まあ、流れ者の海賊…
よし、宴だ。さてと、行くか。それにしてもでっけえ木だよな。